バランギニアンは1億4千23百万年前から1億3千640200万年前にかけての白亜紀における木と呼ばれる地質時代区分である。白亜紀最初の木に当たるベディアシアンに次ぐ時代でオーテリビアンの前に当たる。バランギニアンはスイスのジュラ山脈ヌーシャテルの北にあるバランギンという小さな町にちなみ、 エドワード・デサーによって1853年に命名された。バランギニアンは、専門虫の一種であるカルプヨネライツ・ダー・デリーが最初に現れる地層を加減としている。2009年の時点で GSSP はまだ定められていない。上限は、アンモナイトの一種であるアッコアンソディスカスの産出する層を基準としている。バランギニアンは、しばしば前期と後期に細分化される。 境界となるのは、アンモナイトの一種セイナサースベラコスサムが最初に現れる会心のあった層である。テチスカが存在していた地域において、バランギニアンは、アンモナイトに基づいた5つの層に分けられる。ダコサウルス・エナリオサウルス・プテロダウストロ・ヒライオサウルスの発見時の様子住脚アモク、セラポーダ流脚系アモクソーラパデモーファソータテアモク、チリオファウア・長脚アクオーナサッポダ。 ありがとうございます。